今日のカナフル TV はピンチはチャンス。今日本中で農家が減る中、農業の未来を担う若者たちの夢と本音に迫ります。神奈川県で農業頑張りたいなって感じ。そして農家に転職した元プロスポーツ選手、農業1年目の奮闘に密着。甘いですか、はい、びっくりした。神奈川県エンターテインメント広報カナフル TV スタート。こんばんは、司会の田崎ひかりです。今日はうつと一緒にお送りします。こんばんは、うつです。卵美味しそうでしたね。いや食べたかった。選手ちゃんと見てたんですね、はい、見ましたよ。それは美味しそうだったでしょう。いや 4L ってすごいですね。すごいですよね。あんなに種類があると知らなかったです。類も食べてた。いや美味しかった。毎日ね卵かけご飯あれから食べてますよ。すごい。美味しい。よろしくっていうの忘れてた。よろしく、急に話しかけちゃった。ここで挨拶しない、ごめんなさい、さあ、今日なんですけれども、はい、神奈川の農業を守る若者たちということなんですけど、うん、はい、そうですね、はい、皆さんね、ご承知のように、全国的に農業の担い手不足は深刻でございまして、まあ、神奈川県ではこちらですね、はいはい、農家の方わずか1万6000人余りということで、まあ、1万6000人とは横浜アリーナの最大、収容人数より少なくて、人手不足とされている県内の医師がおよそ2万人なんで、それより少ない、さらに認可保育所の保育士がおよそ3万人なので、この1万6000というのがどれだけ少ないかお分かり、ね、いただけますよね。こうやって聞くと本当に少ないなと思いますよね。日本全体の食料自給率が 38% と言われていますので、もうこれ以上農業の担い手が減っていくってなったら、ちょっともう食料不足とかもちょっと心配になりますよね。そうなんですよ。しかもですね、これ平均年齢が67歳、こちらに書いてあるように、神奈川県内の農家の高齢化により農業の担い手は今後さらに減少することが、ね、予想されるということなんですが、まあ、それでも一方ではですね、はい、県内で新しく農業を始める40歳未満の新規就農者は令和4年では85人いたということなんですね。頼もしいですよね。頼もしいですよね。まあ、農業大変かもしれないんですけど、はい、いつからでも始められて定年もなくて一生続けられますからね、はい、さあということで今回はですね、農業デビューを目指す若者たちがなぜ農業に挑戦したのか、またゼロから農業を始めるには一体どうすればいいのか、そういうことをお伝えしていきたいと思いますので、まあ、ちょっと仕事変えたいなとか進路ちょっと悩んでるなっていう方は必見でございます。 VTR どうぞ。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。今からちょっと朝の作業風景をご紹介します。ここが自分の品種改良をしているお花たちで、朝はだいたいこう花がら摘みって言って、お花ちょっと終わってしまったお花をこういう風につまんで取るっていう作業を基本的にはしています。今年で6年目ですかねって感じで、まあ、だんだんまだまだなんですけど、自分の掛け合わせたお花たちを育てて作ってるって感じになります。現在高校2年生の間垣さんは毎朝5時半に起きて、自宅に作った花壇で農作業をしてから学校へ行くのが毎朝のルーティーン。熱い思いを持った若き農業男子なんです。お母さんも毎朝お付き合い。まさかここまで趣味が発展するとは思ってもいなかったです。本当に心強いなと思っていて、将来のこう農業をね、担っていく若者の一人になってもらえたらいいなと思っています。これすごくないですか。この趣味からスタートして、自分でお花の品種改良して花の色など納得するまで研究しているんですって。これ勉強しなさいとかやりなさいって言われるわけじゃなくて、はいはいはい、もう本当に好きだからできるんですよね。そうなんですよね。これ毎朝1時間ほどこれ作業を終えて、6時50分には家を出て学校に向かうと、この朝の1時間って ね、すごいですよね。すごい。さあということで、神奈川県立平塚農商高等学校にやってきました。今日はこちらですね、農業どんな授業してるのか、そういうことをちょっとね見させてもらってね。おはようございます。うさん、今日よろしくお願いします。あ、お願いします。今日いろいろちょっとねお伺いしますんで、これから授業ですよね。はい。じゃあその授業もちょっと僕参加というか、後ろから見ていろいろお話聞かせてもらいますんで、今日よろしくお願いします。お願いします。県内には5つの農業高校がありますが、間垣さんが通うのは平塚農業と平塚商業を統合し、
2020年4月に開校した県立平塚農商高校です。こちらの学校は一体どういった学校でしょうか？はい、農業科はですね、はい、都市農業科、都市環境科、食品科学科、農業総合科、これが1クラスずつ4科、それから商業科の方が総合ビジネス科が4クラスございます。あ、じゃあ結構いろんな多岐にわたって、まあ、科があるんですね。そうですね。この特徴っていうのはどういうところなんですかね？そうですね、はい、専門高校なので、はい、農業のものづくり、はい、それから商業のビジネスに対する勉強、はい、これ両方ができる欲張りな学校ですね。うんうんうん、あ、じゃあすごく強みになりますね。そうですね。あ、なるほど、はい、まあ、専門の知識を生かしてもらってですね、はい、人間力を高めてもらって、はい、社会に出て頑張っていってもらいたいなというふうに思ってます。あ、じゃあそういうのも強みになりますね。そうですね。間垣さんが通うのは都市農業科。野菜や果樹、作物の栽培知識と技術を中心に実験や実習を通して実践的に学んでいきますが、この日は稲刈り後の水田の手入れの実習が行われていました。これちょっとやらせてもらっていいですか？あ、いいですよ。これは僕あぜ塗りって言うんですけど、うん、通路のこういうところがこう崩れてっちゃうと、こう足場が悪くなって作業効率が下がっちゃうので、はいはいはい、こういうところの土をこっちに乗せてこう、まあ、綺麗にしていくっていう感じで。でも結構硬いんで難しいですね。めっちゃうまいっすそうなんですよ。僕めちゃくちゃ。これどこ行きます？投げたりでこの辺にこうだんだん整地していくんで、どんどん一回端の方の上げていただければ。めちゃくちゃうまいっすよ僕こういうの。さすがっす。何でもできるんですよ本当に。でもね、これやっぱりこれ大変なのは、うつもカナフル代表としてお手伝いしてくださいね。学生たちは田んぼの仕組みやお米の作り方など農作業実習を通して学んでいくんです。農業高校ならではの授業ですよね。皆さん農業高校入って楽しかったな、良かったなって思うことを一つずつ教えてください。文化祭で、うん、その野菜とか売ったりしたり、はい、農業高校の実習中のノートとかを他の外部の人たちが見てくれるところがあって、そこでちょっと質問もらったりするのがちょっと面白い。ああ、なるほど。栄養とか知ってそれ料理に生かしたいみたいなのは。あ、素晴らしい。普通科でできないことをなんかここの農業科でできるっていうのはなんかいいなと思ってなんか入りました。なるほど。すいません、なんか授業中にねケンスコンモとか書いてあってすいません、授業進めてください。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと違う授業も覗いてみましょう。こちらは果樹について学んでいるクラス。おいしい果物の栽培に欠かせない剪定の作業を行っていました。すいません、授業中、はい、お話ししていいですか？大丈夫です。ありがとうございます。今これ剪定されてるんですよね？はい、だいぶ判断できるようにはなったと思います。すごいですね。これなんでこれ農業の高校に来たんですか？私は祖父母がなんか家庭作業をしてたんですよ、はい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 、それをなんか 4,5 歳から手伝わせてもらうことが多くて、それがきっかけで普通校ってなんか授業ばっかりじゃないですか、はい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 、でも農業高校ってなんか半分ぐらいが農業科目なんですよ。やっぱり学ぶのもいいけど自分で体を動かせる時間が多いっていうのは入ってよかったなって思います。あ、将来の夢とか目標ありますか？将来でもなんか確かな目標みたいなのはまだなくて、はい、でもなんかせっかくここまで農業をハマってやってきてるので、うんうん、もう進学先も農業関係にして、いずれはなんかまあ、果樹に関係する仕事ができたらいいなと思ってます。いや、素晴らしいです。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、授業中に。ありがとうございます。これからの農業を担う若い力、将来が楽しみですよね。魅力あふれる神奈川のフィールドで夢が花開くのを楽しみにしましょうそして間垣さん、トラクターの運転に人生初の挑戦です。おお、すごいすごいすごい、掘れてる掘れてる、ほらすごい、うわー、あ、綺麗にいけてますね、まっすぐね、
すごいな、間垣君が初めてこう乗るところに僕らは居合わせれたんですね。農業の魅力は、はい、自分が育てたものが、うん、結果として見えてくるってことが一番の魅力かなって思って、うんうんうん、なるほど。みんなが食べてる稲もご飯粒一粒からあんな大きな稲に育つんですけど、うんうんうん、そういうのも形として見えてくる。しかもその1年間で形として見えるっていうのも農業の面白いところで、変化がすごいあるなって思います。はい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 、熱い思いで挑戦する間垣さんをカナフルは全力で応援します。まあ、これからまあどういう職業を使うかないですけども、はい、どういうふうなこう生徒に未来こう育っていってほしいとかありますか？そうですね、まあ、今は学校でこういうふうにやるとこう育つんだよっていうのが、うん、あの私が教えて生徒がそれを学ぶっていう形なんですけど、自分からまたそれを見つけていってほしいかなと思います。だから将来どういう仕事に就くにしても自分で考えてで選択していけるようなそういう人間になってほしいなと思います。いや素晴らしいです。これからもこう未来の担い手なんで、先生もよろしくお願いします。 ありがとうございます。ありがとうございました。いやすごい、こうみんなキラキラして楽しそうに農業に、ねはいね、技術を学んでましたけれども、はい、あのか印象に残ったのがあの間垣さんの、うんはいはい、あのか農業の魅力は自分で育てたものが結果としてその形として見えてくる、うんね、確かにそうですよね。そうなんですよ。だから皆さんあの若いうちから作ることのすごい大変さとか、はい、あと物の大事さ、うん、こういうことをやっぱ学べるんで、ね、やっぱすごいことだなと思いました。そう、うん、なんかやっぱり成果として見えてくるって、はいまあ、ある意味良くも悪くもやりがいなんだなって思いました。あとトラクターね、間垣くん乗ってましたけど、ね、あれやっぱり難しいんですか？そうなんですよ、まあ、僕も特別ちょっとね乗せてもらったんですけど、はいはいはい、結構難しいんですよ。若いうちにあれを経験できるってことがやっぱどれだけこうプラスになるのかなって思いました ね即戦力に、ね、なりますしね。すごいですよね、はい、皆さんやりたくて来てるからすごく楽しそうで ね輝いて見えましたよ ね、はい、ちょっとベランダで何か作りたいなってちょっと思いました。いいですね。さあ県内にある5つの農業高校を含む県立高校では、はい、今度の水曜1月31日までが県立高校入学者選抜の出願期間です。農業に少しでも興味のある方、農業高校を進学先の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。うん、あの最近はこう IT とか AI を使ったその最新技術を使った農業というのも始まっているので、こうした、ね、若い人たち この発想で新しい農業の形とかも生まれてきそうですよね。そうですね、期待したいですよね、うんはい、じゃあ続いていきましょう。続いてはですね、農業とは全く縁のない職業から転職したある男性の挑戦を紹介したいと思います、うん、オープン前の農園にお邪魔してきました。 VTR どうぞ。さあ続いてはですね、今年1月に観光農園を開業するこう新人農家さんのところにちょっとねお邪魔したいと思います。さあその観光農園というのはこちら、ういっ、そうなんですね、いちごでございますね。新しい看板でね、どういう準備してるのかね、ちょっと詳しいことをねお話聞きに行きましょう。さあ行こう。三間農園さん、いちご摘み。伺ったのは横浜市泉区に三間農園を開いた三間拓也さん31歳。三間さんは昨年3月に横浜市の認定新規就農者になられたばかりという新人農家。開業に向け準備に余念がありません。お仕事中すいません、どうもよろしくお願いします、はい、真剣そのものじゃないですか。いやもうちょっと間に合ってなくて時間が足りないんですよ、はい、あと、ね、2週間ぐらいなんですけど、今これどういう状況ですかね。今イチゴの方はもう苗の栽培が終わったので、はい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 、今ちょっと外装の方を仕上げてる最中です。いやでもまだまだかかりそうですよね。まだまだちょっともう本当に時間が足りない状態ですね。ですよね。でここってそもそもさら地のところにこうハウスを建てたっていう感じなんですか。いやもう最初はですね、もう雑草が2メーター3メーターあり、もうそれも桜の木が生えてたりで、自分でチェーンソー買って切り倒して、はい、もう雑草もすべて根っこからいきました。あ、全部自分で。全部自分でいきました。すごい新人農家さんすごいですね。もうパワフルに勢いだけが持ち味なんで。いや素晴らしいですよ。でイチゴはもう準備できてるってことなんですか。はい、そうです、もうイチゴが仕上がってます。持ち前のパワフルさとガッツで切り開いてきた三間さん、あーイチゴは美味しそうに赤い実をつけてますね。おーすごい広い、これどれぐらいあるんですか。これ面積としては300坪ぴったりなんですけど、はい、ほー、はいはいはい、うわすごい、あもう結構なってますね。そうですね、かわいい。
結構大きいのも今ちょうどいっぱいになってますね。これちょっとちなみにこれ何種類ぐらいあるんですか、はい、ここ。ちなみに9品種あります。9品種。はい。三妻農園では、はい、白いイチゴがあります。いやいいんですよねあれね、なんか、はい、他にもあるんですか、何種類か。あとはピンクイチゴっていうのもあります。ピンク。ピンクもあるんです。なかなか希少品種を揃えるのも大変だったんですけども、はい、頑張って揃えて。もうじゃあこの辺り食べれるんですか。食べます。食べてみますか。いいんですか。いいです。いやー楽しみ。どれですか。ちなみに大きいのがいいですよね。いやそうですね、お任せします。これなんかどうでしょう。うわー素敵。ぜひ萌えてみてください。これはこう、はい、ポキッと折っちゃってください。わあ本当だ取れた。うわでか。この品種はこれはベリーホップスズって言うんですけど、ほうかなり、甘みが強くて香り鼻に通る甘みがかなり強いですね。はい、ちょっと初めてです。じゃあいただきます。はい。甘いですか。よかったです、よかったです。これぐらい離れますよ、こんなに甘いと。よかったです、よかったです、よかったです。お、ありがとうございます。あー、美味しい。ありがとうございます。いちご農園開いてくれてありがとうございます。大変でした、本当に。いや、でも、はい、まあ、新人農家さんということは、はい、その前何かお仕事されたんですか。そうです、実はプロ野球選手として、はい、2021年までプレーさせていただきました。ちょっとなんかヒントがあったんですよ、はい、あの看板に野球のボールありましたよね。気づきました。気づきましたよ。そしてこのマークもね、はいはい、すごいな。三妻さんは育成ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団。最速152キロの直球と多彩な変化球を武器に通算77試合に登板。5年間ピッチャーとして活躍し、2022年1月に現役を引退しました。野球をやってて引退してセカンドキャリアで、はい、こう農業ってどうしてそうなったんですか。ですね、きっかけはですね、はい、コロナの第一波があったじゃないですか、はい、その際に息子にどうにか外の空気触れさせてあげたいなっていうので、ベランダで家庭菜園でイチゴを作ったんですよね。はい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 。それで息子が取って美味しいっていうのがちょっともう感銘受けちゃって、はということで、まあ、奥さんにいろいろセカンドキャリア、不動産行こうかなとか安定した職業しようかなっていう話したら、奥さんまだ好きなことを極めてほしいということで、イチゴ作ってるのがあなたはすごい素敵だから、いや最高、はい、いちご農家になろうっていう話。いや素敵な話です。いやでも言っても技術も知識もない、はい、わけじゃないですか。間違いないです。どうやってそれを得たんですか。すぐにですね、引退してすぐに、はい、専門学校に通いました。もうすぐですか。はい、はい、農業の入試すぐ受けて合格して、はい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 、いやすごい。三妻さんが農業技術を学んだのがこちら、県立神奈川農業アカデミー。農業技術はもちろん、販売実習などを通じて実践的な農業経営を学べるなど、農業の基礎から応用まで学習することができます。こちら神奈川県立神奈川農業アカデミーは、昭和18年に食料増産を目的とした県立修練農場として設立されまして、それ以来ですね、一貫して県内の農業の担い手を育成する施設として活動してまいりました。で、今までに3000人を超える卒業生を送り出しておりまして、卒業生の方々は県内の農業のいろいろな場面でですね、活躍をしてくれています。この学校の特徴といたしましては、実習を中心とした実践教育、これに力を入れています。学校での実習だけではなく、先進農家研修といって、実践農家の方のところに行って、実際の実践農家の方の規模や農業のスピード、こういったものにも触れることでですね、その実践力を高める取り組みをしています。こちらの学校では直売所も設けておりまして、週に3日ほど直売を校内で行っているんですけれども、お客様との顔の見える関係というのを学校の授業の中でも取り組むようにしておりますので、それが実際の場面でですね、生きてくれればいいなというふうに思っています。農業に挑戦したい、セカンドキャリアに農業を、なんてお考えの方、ぜひ神奈川農業アカデミーの門を叩いてみてはいかがですか。
学校行って、はい、どういうふうになんか自分にとって良かったことってありますかね。最初はですねベランダでやはりイチゴを育てていたんですね、はい、あの鉢の状態 で、 でも学校にはこの小さいですけどもハウス設備がありましてハウスの中で温度管理して、全てこのイチゴ農家のねこの、小さい基盤でできたのでそれが、実践に向けて、つながれたのが良かったかなと思ってますね。あ、はい、そっかそうですよね、はい。三嶋さんみたいになかなかこう踏み出せる人っていないと思うんですけど、はい、もしセカンドキャリアで農業やってみたいなっていう人がいたら、はい、なんかこうアドバイスとかできますか、はい、もしよかったらはいお願いします、はい、ですね、農業は正直厳しいです、うんうん、ですがやるんであれば全て全振りで 片手までやることなく全力注いだら成功すると思います。いやーそこがなかなか難しいですけどねでもそれができるとやっぱりまた新たな目標夢ができるっていうことなんですね、はい、そうですね。もう後に引けないですからね。いやーすごいですね。田崎さんもうこれ本当美味しいんでもうカナフルで応援していきましょうね。いいですか応援してぜひ、はい、お願いします。田崎さんでかいイチゴお届けしますやったありがとうございます。さあさあさあということで三嶋さんから預かってきましたイチゴでございます。どうですかこれ見えるかな香りがもうわーすごいすごいいい香り綺麗ですね本当にすごいですよ、うわ覗き込みださあということで田崎さんまずどうしましょ う、 いいあじゃあ僕が食べたやついきますか。こちらじゃあこの手前ですか、はい、ベリーポップスズというやつですね。本当に大きいですね。すごい大きいですよちょっとすごい分かります、はい、私の顔としたらっていうか鼻を全部隠れますからねねえわすごい香りがいい香りどうぞえじゃあいただきます。また噛んだ時に、ね、鼻に抜けますんでちょっとどうしようどうしよう。おっとすごいですよね本当に甘くて、はい、もうこれ自然で作られた甘さなのっていう。いやそうなんですよ、ね、驚く甘さなんですよ。ジューシーだしルイルイが物欲しげに見てる食べるかい。いいんですか。いやなんかね口を開けて見てたからいや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 開いてないでしょごめんごめん冗談冗談これいやいやいやありがとうございます。じゃあルイルイこれ赤いやついくか。赤いやつ、はい、一番でかい一番大きいやつすげーでかいやつ。うわありがとうございます。いやすごい大きいこれ見えますか。お大きいすごいこれ星うららそうですね。いただきます。はい食べて。甘いもうねやっぱほんと甘いが出ちゃうね。甘い砂糖振ったのかなっていうぐらいの甘さとあと香りもいいですね。香りがねすごいんですよ。しかもプロ野球選手元プロ野球選手が作ったっていうのが僕は本当最高に嬉しいです。あーねそこも本当すごい見てましたから現役時代ね。じゃあせっかくなんでもう行きますか。天使のイチゴ白イチゴ気になってたんですよ、ね、これデパートで見ますすごいこれすごい食べたいな。つぶつぶのとこが赤いんですよね。はいどうぞいただきます。あ、香りが濃厚だ赤より。あーそうなんだ、うん、なんかジューシーだろうなこれはね、うん、ちゃんと酸味もあるんだけども甘さもあってなんか味が濃い。いやいいなこれ、ね、視聴者の方も、ね、もう本当気になってると思うんで、うん、ぜひ、ね、チェックしてみてください。この食べ放題30分やってまして、はいはいはい、天使のイチゴこの白いちごもその中に入ってるみたいなんでね、うん、チェックしてみてください、はいね、本当にこう全振りで全力投球文字通りされただけあってすごく魅力的な、ね、の応援になってますので、はい、全力で応援したいと思います。応援しましょう。いやしかし農業アカデミーの指導力すごいなっていう ねところもありますよね。いや情熱が掛け合わさればこんな美味しいイチゴができるということで三嶋さんのように本気で神奈川で新規就農を目指す方にですね、はい、県立神奈川農業アカデミーでは相談窓口を用意しご相談に応じています、はい、さらに県では農業を始めたいという方に対する研修や資金支援などさまざまなサポートを行っているので興味を持った方はぜひ神奈川県就農支援で検索してみてください。いやまあ三嶋さんもねもっともっとお店出したいって言ったら農園作りたいって言ったんでこれからも追いかけますんで頑張ってくださいよ。まがきくんもありがとうね。はい、まあね農業ってこう自然相手だったりするのですごくこう、はいノウハウを、ね、受け継ぐの難しいと思うんですけど で、 す、ねまあ、でも今日、ね、見てるとこの若い人たちが、うん、その勢いだったり新しいアイデアだったりそういうものでこう日本の、ね、農業を、ね、変えてってくれるんじゃないかなって、はい、すごく期待持てました。ぜひ頑張ってください。